単なる物理的なものではないので、その辺をうまくいじってみると面白いです、ね、そうですね、なかなかまあ、自分で探していかなきゃいけないっていうとかね、我々もビルドはネクストということで、ここもですね、ヤマハとしてはですね、お客様のタイプは A だからこの組み合わせですよとか、そういうことがご提案できたら本当はもっとねクラブ売りやすいかなと思うんですが、実際に作業先生がおっしゃったように本当に人間って複雑 で、 複雑です、ね、そういうふうな割り切り方ができないなっていうのをヤマハとしては我々も認識してすごくしております、はい、その上であえてこのいろいろなバリエーションができるというのは、いろんなことを試していただきたいなと。で、一部の、トッププロ、アマチュア、あとお金持ちの方は、はい、いろんなクラブといろんなシャフトを試して、はい、いろんなことをやってらっしゃると思うんですが、はい、一般の方にもですね、クラブってシャフトが変わるとこんなに自分の振った気持ちが、フィーリングが変わるんだったとか、ね、あと先ほどの重心の位置ですね、ウエイトの位置が変わるとこんなに球が捕まったり、はい、スライスしたりするんだなと。そのクラブの差っていうのは結構大きいんですよね。大きいですよね。で感じていただけたらなっていうのもまず第一歩かなというふうにも思ってますね。そうですね。でやっぱり最終的には自分が振った感じがいいっていうところがないと、絶対これがいいよ、ああだよって言ったところで自分が振った感じがええっていうようなことって、やっぱりそのメンタル的な影響を考えたら打てるものとしては捉えないですから、でシャフトを変えてみてなんかすごく自分がこういう風に振りたいんだっていうイメージが出るようなシャフトっていうのが探せたらすごくいいですよね。そしたらそこに多分スティックするべきだと思うし、いろんなことをそこから先変えないで、ね、それこそヘッドだけを変えるとか、ちょっと重りを変えてみようとかっていう結構狭い範囲でやっていった方が効果はあるでしょうね。そうですね、はい、ですので我々のこのクラブもですね、いろんな選択肢があるんですけど、まずその芯に立つところっていうのは、ヤマハのワイパスって先ほど申し上げたフィッティングは、ごく限られたところでしかできないものですから、なかなか難しいんですけども、ヤマハをですね取り扱っていただいてますゴルフショップの皆さんもかなりこのゴルフクラブヤマハのリミックスに関して勉強していただいておりますので、そこでしっかりご相談していただいてですね、これだなっていうところをまず決めていただいて、そうですよね、逆にそのほんの少し変えたいというときにウェイトを少し変えることができたりとか、はい、ヘッドを0102変えちゃっても これは同じ先ほど申し上げた重心でできますので、フィーリングは大きくは変わらないです、はい、逆に今まで、田所さんの話を名前を出しちゃっていいのか分かりませんけど、ブリストンさんのクラブを使ったんだけど、はい、急にテーラーメイドさんとか、ピンさんとか、そういうのを使ってしまうと、もうヘッドの重心の位置がすごく違うんですよね、そうするともう同じシャフトでも全然違うことになりますよね。ヘッドとシャフトの相性っていうのもかなりあるのは確かなので、そういう意味ではその本当の微調整のつもりが、大改造というか、自分のスイングまでおかしくなってしまうということも、それは辛いですね、今まで、ね、少なからずあると思うんですね、そういう意味ではこのたくさんのバリエーションというのはそういう細かいところで少しずつ試していただける、で一回振った後ちょっとずつ戻したりすることができたりとかですね、そういう使い方ができると思うんです、で私どもですね、よくお客様からお問い合わせ、いろいろ、ね、相談を受けましても、やはりその一回傾向を見てみたりとかですね、ですので、上と思いっきり遠くにしてみて、遠側を重くしてみて、ちょっとこうスライス どんだけ出るんだろうな、試してもらうとか。そうです、その発想が欲しいですよね、ちょっとずつずらしたところで、対してその、ね、感覚的にもそのちょっとのずれって分かんないけど、一旦両極端を試してみようよ、何が起こるんだろうって、それもうヘッドもそうだし動きもそうだし、でそこをまず試してみて、その中の部分というのは自由度として自分で調節可能なんだよねっていうものを持たないと、ここしかやったことはありません、ここ中心にしてやるとどうですかっていうのがクラブに対してはやっぱりみんなありすぎだと思うので、今回なんか本当にいろんなことがある意味今までよりもかなり楽に試せる、そうですね、っていうのもあるし、45分間使ってワイパスでやってくれるんであれば、僕だったら本当に真剣にゴルフの道具を自分のプラスになるように選ぼうと思ったら多少遠くても行きますね。そうですね、あんまり来られると困るっていうことなんですけど、でも絶対それぐらいはした方がいいんですよ。なんとなくランダムに買ってどうかなっていうことをやるよりは、やっぱり
そのいくつかの組み合わせを自分で実際試してみてデータを取ってもらってそれを基準にこれをベースにして考えようって、これは当たり前のように本当にやんなきゃいけないと思うし、で多分そのヤマハさんの契約のプロなんかはそういうことを日頃からかなりやってて、そのデータの蓄積があってそれに対してこうしてこうよっていうのがあるから、その組み合わせとかもいろんな効果が出せるわけですから、でそれこそそういうサービスをやっていただけるレベルだったら絶対これは行くべきだと思いますよ。そうですね、っていう打ち合わせをしたわけじゃないですか。今本当に思ったわけで、あのそういうことをちゃんとやってくれるメーカーってなかなかないですし、あのないですよね。あの白いヘッドのところなんかやってくれないですよね。そうやってくれてますか。まあ、あのね、いろいろフィッティングセンター等々とか、はい、でもあとは思うんです、うん、はい、あのさっきおっしゃったその柴さんが正直におっしゃってくださった人間側が結構難しいので、ばらつきがあったりいろんなことがあるので悩ましいんだよねっていうことを正直に言っていただいてるってものすごいことだと思うんです。メーカーさんとしては本当は言いたくない話だと思うんですけど、でも皆さんね、やっぱり自分が日々バリエーションがあってっていうのはみんな実感してるわけで、でもそれを踏まえた上でこの道具っていうのをどうやって考えていこうかっていうところまで突っ込んでくれるっていうのはすごい親切だと思うし、あの、ね、メーカーさんとしてなかなか言ってくれないことだと僕は思っているので、そうですね、何しろこれさえ持てばいいみたいな感じが多いですから、でも決してそうでもないので、でそれを測定してくれるって言ったら絶対やっぱり行くべきだと思いますね。そうですね。我々もかなりこのヘッドを出すときもですね、あのおっしゃっているように、今あのシンプルでなんか飛ぶぞっていうクラブが正直売れる時代なもんですから、あのかなり社内でも議論した中で、やはりそれぞれの役割をっていう意味でヘッドはやっぱり今最初の2013年リミックス出したその時一つのヘッドだったんです、はい、タイプで重心が耐えれると捕まりをすごく捕まるのとちょっと捕まらないと真ん中といろいろ変えれるという形だったんですが、今回高さのところをまあですね、はい、しっかりヘッドで変えてあげようと。でやはりあの他のメーカーさんとやはり違うところはヘッド変えれるっていう、同じフィーリングの中ヘッド変えれるなんで、玉瀬ではやっぱヘッドでしっかり、はい、でシャフトはその先ほど先生おっしゃったようないろいろな意味でのフィーリングをね、はい、合うところで試していった、まあ、ね、セッティングしていただければ、はい、そういうあの役割を分けてですね、その意味でヘッド、まあ、タイプがあるというふうに我々も考えてますので、そこはあのぜひそのヘッド違いというのを試していただきたいなと思いますね、はい。自分にとっての単なるガチャガチャいじるおもちゃで終わらないで、本当にあれですよね、ゴルフの全体像をこううまく上げていこうというふうに使えるとすごいいいですよね。はい、あとどうですか、あのよく我々あのお客様から、はいはい、あのお問い合わせの電話をですね、私のところであのお客様から直接電話を受けたりするんですが、はい、大体あのアイアンと、はい、ドライバーのそのシャフトの重量とか、いろいろこうどういうような流れでセッティングしたらいいんだろうねみたいなご相談が多いんですけど、皆さんも多分そういうトータル、先生も先ほどトータルでドライバーガケットの飛ばしだけじゃなくて、重量の流れで乱暴ですからね、はい、さっきもちょっとお話ししてて、バランスっていうコンセプトそのものが僕なんかは全く意味がないって、あの皆さんはご存知かどうかわかんないんですけど、でメーカーさんがバランスが合ってますよ、D0 で合わせてますよって、あれどうやって測定してるか知ってる方は知ってると思うんですけど、あのこう矢印みたいにこう止まった状態でこうあるところに14インチのところに軸があって、でここにヘッドの重さがあるんですけど、こっち側の重さをずらして矢印が合うところを、あのその番手にかかわらず合うところを見つけましょうっていうのがバランスなんですね。でも残念ながらゴルフクラブってこうやって止めて使うものじゃないので、これで測った指標と斜めのものが動いてこうローテーションも あるものっていうのは全くそのバランスという意味では違うことなので、あのよく言うんですけど、言ってみれば、ね、タイヤの機能を測定するのにタイヤはこうくる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 転がるものをパッタン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 やってこのあの機能を測定してそれを評価してますよっていうぐらいずれたものなので、逆にそのあのバランスが合ってるからとかっていうことにこだわらないで、自分自身が例えばさっきお話ししたそのものをポンと放るような感じで振った時に、なんか
これぐらいのものだと全部同じ感じで自分が動いていけるよねっていうような感覚っていうのを実際のクラブエレブンで作ったのを